本日は絶対に30分以上 YouTube を見れないスマホの作り方を紹介します。あなたにはやらなければいけないこといっぱいあると思います。宿題勉強仕事といったことからは行動を起こすのに意志力を必要とします。YouTube を見る、インスタグラムを見るなどもやりたいことが邪魔をしてくるからです。たった今 YouTube が見たいとしてそれを中断して勉強するを実行するにはだいぶ強烈な意思の力がないとできません。 というか、ぶっちゃけやりたいことを自分で中断することは、基本的に不可能であることは、あなたはなんとなくわかっているはずです。あなたが、もし iPhone や iPad のユーザーであるなら、僕らにとって最難関である、やりたいことの中断を自動化することができます。スマホが自動で操作を中断してくれて、僕らが切り替えスイッチを意思によって発動しなくとも、勝手にやるべきことモードに切り替えることが可能です。具体的には、 YouTube などを見始めてから、特定の時間、例えば15分が経過すると、自動的に iPhone や iPad がアプリを止め、ロック画面に遷してくれます。実は、この方法はプログラミング未経験でも可能で、無料でできます。ざっくりとした手順としては、ショートカッターアプリを利用して、特定のアプリ、YouTube や Netflix を紹介したら、タイマーを機能し、一定の時間、例えば15分経ったら、 勝手にロック画面に移動するというレシピを作成することです。この具体的な方法や設定については、概要欄に記載されているノートに詳細があります。気になる方は、そのノートをご覧ください。いたい。またね。